こんにちは、しのこです。そして僕たちが元気のお仕事アイドルリアルリアルリアルピースよろしくお願いします。はい、ということで来ていただきました。今日は ASMR 部おお行きたいと思います。ガージまで来ちゃって、ガージですか。うちも下もジャージなんですけど、で私がね部長を務める ASMR 部なんですけど、みんなね ASMR これまで結構やってきたじゃん、うんうん、やっぱりちょっとね改めてレクチャーちょっとしながら、うん、ちょっともっとみんなに上手くなってもらおうかなと思って、うん、部長はい、甘く見ちゃいかんよ。俺らもう部長以上だから。おお、逸材が入ってきたから。せやでー笑っちゃったよ。俺らがこの部活に入っちゃえばもう最強の部になるから急にあの地方レベルから全国レベルに跳ね上がっちゃうから。おー、じゃあちょっと期待しておくわ、うん、ああ、はい、期待してね。それでは見て聞いて楽しい ASMR、 ぜひ最後までご覧ください。せーの、シナゴン、いただきます。シナコ先生先輩、あ、先輩か、すいません。シナコ先輩、はい、よろしくお願いします。お願いします。あのまず、はい、食べ物をちゃんとあのみんなに見せるためにアップで見せてください。こっちとかピント合わせてくって前で見せてから食べるように。じゃあ行くかな。俺オレンジだから、オレンジ行こうかな。これ何、これにしようかな。あ、ちょうどもうこれ手前のやつ行こう。これも近くだっけ。まずはちょっと近い近い近すぎる。どこだ、あれでしょ、なんか こうやってやる。そうそうそう、これをもうこいつダメかもしれない咀嚼音までが長いんでこうやってやって、こうやってやるのよ。ほら、それだ、行きたいと思います。行くで。一人ずつ食べて、じゃあ先、こっち。え、なにこれ。あれ、これを。いや、え？これ哺乳瓶の形してんのにさ、液体とかじゃないんだ。子供たちみんな喜んでる。聞いてんだよそれ。聞いてんの。あのカリカリとかサクサクって音の時は口開けた方がよくて、あとパチパチとか。はいはい。ねちょねちょ系だったら口閉じて音鳴らした方がいい音が鳴る。あ、へえ。そうなんだ。じゃあそれを踏まえてじゃあ次。これ気になる。すげえ。これあれじゃない。食べ、どうやって食べるのそれ。おたげのやつだよ。サイリウム。サイリウム。サイリウム。しか。これ中に。あ、ちょっと。ジュース入ってるから缶で。ジュース。これは怖いぞお前、集中した方がいい。そんな爆発したりしないから、ね、過去にやってるからね、まあ、外から食べられないからね。あ、そうなんだ。あぶね。え、こんなお菓子ある。お前ダメなんだ。
美味しいわ。よかった。なんかいたな。どうぞ、いくよ。絶対それ一客でしょ。ねえ、持ちたいやつ食べんの。こいつ、こいつあれよ、足長おじさん。足長おじさん近くのとこに合わせんの。ここ、そう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 、分かってないな。うぜえ。早くやんないと。今日教えてもらうな。美味しいよね。美味しい。髪の毛って感じ。いい感想ですね。じゃあ俺これ行こうかな。可愛いでしょ。上に乗っかってる白いうんち。うんちなのこれ。そうだよ。すっげえ。不思議すぎる。あ、違う。でももっといい音なると思う。うち食べてもらおう。食べて食べて。レホンレホン。ちゃんと感想もね。でもね、何も言えないわ。不思議すぎる。変な話するね。先輩に文句言ったの。文句言ってない。文句言ったよね。文句言ってない。あ、こんにちは。よろしくお願いします。新入生です。今日はしっかり食べて部長の座を狙っていきたいと思います。先輩やばいっすよ。狙われてますよ。ちょっとじゃあ見せてみ。わかりました。部長お菓子食べ過ぎてるから食べ過ぎてるよ部長。すごいじゃん。もうこれは美味しそう。美味しくありません。砂食ってるみたいな。はい、でもいいんじゃない。結構いい音だった。めっちゃいい。こっち向いて、上向いて。部長、今日もこの新入部員鼻に何か入ってます。これが初めてではありません。チェックお願いします。見せなくていいから。見せる。続けましょう。続けましょう。なんかこの
ました。もうちょっと痛いです。
ってねえわ。浮気してんのよ。俺引っ越しかくってないぞ。これ俺前回パチンってやるやつ飛ばしちゃったから成功できなかったんですよ。これ俺今回これもう一回チャレンジします。頑張ってください。はい。なんで準備してるんですか。成功しますか。やだ怖い。行くな。あ、すごい真面目そうな新入部員来たわ。あの謹慎期間が明けたんで戻ってきました。もう大事だったよ。もう大事ですね。見せつけてください。これは絶対に美味しくなるやつ。そう、絶対これ課長が上手だろうなと思って置いたの。これ得意分野。そうでしょ。僕の得意分野だから。笑って音がいいから。何これ。何これで食べて
きます。最後の言葉それかよ。じゃあ、あれ行きますか。よし、待って、一歩しかない。待って、一歩だけ。中に入ってるな。こいつ、こいつ、部長短すぎる。部長、五個しか入ってなかったのに、うちが食べちゃったから、ケーキを作った。あ、なるほどね。中短いの。どうしようかな。じゃあ、みんな選んで。せーの、はい。はい。はい。
お前のやつじゃん。どんな手を使っても勝てばいいんだよ。これ何すげえ。なんか書いてある。ホリボジさんって書いてある。きっとそんな気がする。これはなんか目玉焼きが。これなんて書いてあるの？こうだ。ジャイアントフライのエッググミ。お前。待って。逆側にカタカナで書いてある。これさっき俺が食べた。お前それ悪魔の音が鳴らねえのじゃねえか。え、何それ。これスプーンついてるからさ、こっち食って食べちゃう。真ん中にスプーンがついてる。これリンゴ。買った。絶対スプーンで食えんやん。こういうことやろ。あ、ほらなんかバブみたい。これめっちゃうまい。今日一うまいかも。え、ラムネみたいな。うん、最高やわ。じゃあ俺行っていい？はいよ。ほら、卵だから。これね。本当に目玉焼きだ。本当に目玉焼きよ。そうそうそう。え、大丈夫？そのまま前歯取りそうだけど。かっこいい。できたよ。ああ、じゃあ次はじゃあ音めっちゃ鳴るものだけ用意しとくわ。あ、次も呼んでくれるって言う。タイプじゃなかったら、まだ俺らこの部に生き残るってよ。まだ部にいていいじゃん。次はなんか会社かなんか。新入社員編。新入社員編って感じ。はい、じゃあ楽しみにしててください。はい、はい、ということで、5人のチャンネルでも一緒にコラボした動画が上がっていると思うので、概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてください。で、レールピースもしなこもウェブタピで会えるので、ぜひ皆さん会いに来てください。待ってます。待ってます。今日も最後まで見てくれてレシネコありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。また次回も見てね。せーの、バイバーイ。おやすみし、シナコンちゃん、こんにちは、シナコです。そしてフライングされた。シナコンちゃん顔が小さい。あ、ほんとだ。いや、演技用な。後ろにいるから変わらんやん。変わらんやん。やめとけ。やめとけ。もうちょっと前受けた方がいい。え、待ってないね。どんどん下がってる。すぐ小顔効果。やばい。部長がいる。部長がいる。